こんにちは、アカデミアの富代です。今日はサロンポピュラーベーシック15になります。今回の内容はそぎの深掘り後半になり、スライドカットについてです。シザーとカットバサミのそぎの違いですが、このように A セニングシザーズは細かく短い髪が多くできる分、毛づやがなくなりパサつき感が多く感じられます。カットバサミでのスライドカットは毛づやが保たれやすく僕は感じています。その理由は図解で見てみるとこのような感じです。 A セニングバサミによるセニング、 B カットバサミによるセニング。セニングの仕方によって毛づやが失われます。特にセニングシザーズによって入れる場合は髪の毛に段差が細かく入り、その分毛づやが失われます。シザーズで毛量や質感調整をする場合、髪の毛に対してキューティクルを剥がすような入れ方をしない限り、ハサミを開閉して毛束を切ってしまえば多くの髪はいっぺんに切れることになり、毛束に穴を開けることになりますが、毛づやは保たれやすいです。ですから今回はシザーズによるスライドカットをメインに、チョップカットも含め深掘りしてみたいと思います。前回もお話ししましたが、毛量調節や質感によるデザイン作りにはハサミの入れ方、角度が大切になります。はじめに4つのポイントとして、毛束に対してどの面から入れるか、またどの位置から入れるかを考える、毛束の角度を考える、スライスラインを考える、左右対称にする、これらは毛束に対して左右上下角度、縦スライス、横スライス、斜めスライス、左右対称の分量、これらを意識して違いを知って使い分けることです。そしてできるだけ手触りの良い毛づやを保たせることを考えてデザインします。またヘアデザインに対して最小限で済むように工夫することも大切です。今や洗い流さなくて良いトリートメントや整髪料など毛づやをカバーすることができますが、やはり多くのお客様は綺麗な毛づやを好まれるでしょう。はじめに考えるポイントは、繰り返しになりますが、毛束のどの面から入れるか、そしてどの位置から入れるかを考えることになります。毛束に対してどの面にハサミを入れるか、右や左側面から入れると毛流れの方向性が出てきます。また毛束の長さに対してどの位置から入れるか、中間からか根元からか、上から入れる場合は毛束の引き上げ角度を考えて入れる必要があります。もちろん下側から入れても段差と毛束が内側に向くことが前回のそぎ動画で分かりました。これらはすべて毛束の引き上げ角度によって段差を調節できます。グラデーションかレイヤーかが決まります。もう一つはスライスラインによる効果も考えます。横スライスはどのような時に効果的で、斜めスライスはどうかなどです。最も大切なことは左右対称にデザインすることです。これは同じ分量を削ぐことではありません。頭をセンターで分けて左半分と右半分を見比べた場合、髪の分量も太さもつむじなどから毛流れも違います。ですから左右対称にするには、ハサミの入れる角度や削ぎの分量、方向性も殺したり生かしたりして左右対称にデザインするということです。では動画を見てみましょう。はじめに、毛束の内側にスライドカットする場合、毛束を引き上げないとこのように入れづらくなります。ですから、毛束を内側に入れる場合は、毛束の引き上げ角度を少なく、このように毛束を半ひねりして、内側の髪を表に出して入れると簡単にできます。襟足などに使うと効果的でしょう。こうすることで内巻きに入りやすくなります。次に毛束の右横から入れてみましょう。毛束に対してハサミを滑らすのではなく切ってしまうことです。右から入れた場合は後ろに流れやすくなります。この場合左右から入れましたので、木の葉のような先細りになり左右に流れやすくなります。今度は左横から入れてみます。このように左からスライドカットを連続して入れた場合は前に流れやすくなります。次に上から入れてみます。上から入れる場合は毛束の角度に注意して入れます。毛束の引き上げ角度を大きくすると段差も広がります。
手束が長い場合はシザーを開閉して何回かに分けて入れていきます。トップ部分はハサミを入れる位置から短い髪を作ってしまうので髪の立ち上がりに注意が必要です。多くは中間より毛先に向かって入れていきます。次に斜めスライスラインにして毛束を取り出しウィービングスライドカットです。この入れ方の特徴は毛束の空間を作るだけでなく V のスライスラインで左右からスライドカットすることで絶壁の頭など奥行きが必要な人の場合中心部の髪の量を確認しながら調節することができます。もちろん毛束は中心部に流れやすく奥行きが出やすくなります。ただし左右対称にスライドカットすることです。左横から入れていった場合は反対サイドは右横から入れて左右対称の毛流れになるようにします。そのような意味で微妙にパネルの引き上げ角度や毛量調節も左右対称になるように目で確認しながら入れる必要があります。はい、このようにバックセンターの奥行きを確認しながら入れます。ではヘアスタイルをスライドカットを中心に作ってみましょう。ヘアスタイル作りを考えてバックセンターから少しポイントを上げて毛先の表情が柔らかくなるように横スライスでチョップカットします。次に襟足部分のスライドカットを行って襟足の表情を作っていきます。前髪の部分が重たいので軽くします。まずチョップカットします。前髪部分中間にもチョップカットを入れます。次に上の方も根元の立ち上がりをつけるためにウィービングチョップカットを入れ、指を毛先にずらしてチョップカットします。次に反対側も作っていきましょう。先ほど行ったように毛束のどの方向から入れるかを考えて入れていきます。下側はアウトラインが薄く毛束感が出るように入れます。その上のブロックは髪を後ろに流したいので左横から入れてスライドカットします。
前髪はまだ重いのでスライドカットでアウトラインが薄くなるように入れていきます。バックも左右対称になるように横スライスで毛先をチョップカットしてソフトにしポイントを上げます。襟足の毛先の表情も左右対称に見えるようにしていきます。本来、そぎの後は細かな髪を洗い流してから乾かします。髪をドライするときには、いろいろな方向に髪を流し、揺らしながら乾かしていきます。出来上がりましたら、オイルとワックスをミックスして、毛束感を強調して仕上げます。後ろから軽くつけていき、前髪も内側や毛先に行き渡らせます。そして一度、アラバのコームできれいに溶かして、整髪料を行き渡らせてから仕上げていきます。
仕上がりです。はい、仕上がりです。では図解でもう一度確認してみましょう。スライドカットとセニングシザーズによる削ぎの違いを理解して効果的に使います。 A. セニングバサミによるセニング、 B. カットバサミによるスライドカット。図のように紙のパサつき感が違います。スライドカットは左右対称に入れるには姿勢が大切になります。入れ方としては深く角度をつけてスライドカットさせるか、浅くスライドさせるか、長い髪をスライドさせる場合など基本的には多くはありません。できるだけ左右対称にハサミを入れる練習を行いましょう。はじめに4つのポイントとして、毛束に対してどの面からまたどの位置から入れるかを考える、毛束の角度を考える、スライスラインを考える、左右対称を考える。毛束の入れる面、はじめに毛束のどの面から入れどの位置から入れてくるかを考えます。毛束の横から入れると毛流れが生まれます。下から入れる場合は空間と内側に収まりが良くなります。上から入れると段差を考えなければなりません。次に毛束の持ち上げ角度を考えます。引き上げる角度によって段差が変わり、空間や毛先のなだらかさが変わります。白の部分は毛先の表情を見ながらどちらに毛束を流したいかを考え、引き上げ角度はほぼ0度で入れています。ブルーの部分からは髪が後ろに流れやすく少し毛束を引き上げ、ウィービングを入れる要領でスライドカットをしています。黄色のトップ部分は毛束のスライドカットを入れる位置を気にしながら入れていきます。引き上げ角度はグラデーションの角度です。スライスラインを考える。スライスラインによって出したいシルエットが変わり、毛先の表情の見え方が変わります。バックでの斜めスライスは横のシルエット中心部、奥行きを出す時など効果的です。左右対称を考える。頭のセンターで分け左右を見比べた場合は、まず髪の分量が違い、太さが違い、毛流れが違います。そのことを意識してハサミの入れる角度や毛量調節を行い、左右対称にします。決して同じ分量を取ることではありません。左右対称にスライドカットするためには姿勢が大切になります。スライドカットは以上です。はい、図解説明は以上になります。そぎについての動画前編編もリンクを貼っておきますのでご覧ください。概要欄に過去動画も記載してますので、よかったら見てね。このチャンネルが良いと思ったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。さようなら。